こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルではですね、お金を稼ぐというお話になるんですが、ご質問を受けたのでそれにお答えをする形でお届けをします。最近 YouTube で波動チャンネルに出会いました。メルマガのステップ2について、ご質問があります。メルマガのステップ2っていうのは何かというと、私の人生こんなもんじゃないと思った時に取り組むといい7つのことというステップメールがありますので、ご興味のある方は概要欄にお申し込み欄、お申し込みのフォームがありますので、ぜひそちらからお申し込みでいただければと思います。で、個人で起業した場合、お金の稼ぎ方は人それぞれだと思いますが、トントン拍子で経営されている方と軌道に乗るまでダブルワークをする経営、それぞれ好きなことに着手している状態ですが、後者は何が違ってお金が楽に手元に戻ってこないのかを波動の視点から教えていただけると幸いですという。波動の視点はまあエネルギー的に循環してるかとか、まあそういうことなんですけど、まあ何が違うかっていうお話をちょっとお伝えをしておこうかなと思います。はい。で、ですね、まあ4つ書いてるんですけれども、1つ目はもうお金を稼ぐ記憶がを持ってるかどうか。ほとんどの人は潜在意識とかの中にこれがないんですよね。お金を稼ぐ記憶とかデータとかね。で、ある人がいるんですよ。たまにある人がいて、そういう人は結構勘どころをつかむのがうまくて、お金を稼ぐっていうことがすんなり、できるようになる。何でも人よりも大して学ばなくてもできることって、人それぞれ、何でもあると思う。なんか絵を描くのが上手い人もいれば、工作が上手い人もいれば、もともと言語能力が高い人もいれば、そうだな、文章を作るのが上手い人がいれば、人と対話するのが上手な人がいれば、まあ人それぞれ持って生まれた才能というものがあって、これを持って生まれた人っていうのはいるんですよね。お金を稼ぐデータ、それは自分の記憶の中にお金を稼ぐっていうデータを持ってる人ですので、そういう人はすんなり、もうあらかじめ勘どころが分かるので、どうすればいいかっていうね、すんなり行きやすいです。じゃあない人はどうしたらいいかとしても、学ぶことしかないですよ。学ぶ、これしないせずに自分で何かやろうとする人は多いんですけど、やっぱ学ばないと勘どころが分かんないの、ずっと勘どころ外すことになるので、なかなかうまくいきづらくはなります。で、次、お金仕事のブロックと価値観、まあ、ブロックの部分は波動で現れてくることになる。お金とか仕事に対してのまず価値観がうまくいくようになっているのか、うまくいかないようになっているのかっていうことはあります。それとブロックっていうものがあって、何か自分で稼ごうとすると横やりが入ったりとか、うまくいかないようなやり方をしたりとか、すぐトラブルが起こったりとか、資金繰りが悪くなったり、お金は入ってくるんだけど流れていってしまったり、借金の癖があったり、いろんな人それぞれ、いろんな癖っていうのを持ってるんですけど、それ何かっていうとブロックです。それは何かをしようとすると、僕たちのエネルギーレベルでノイズが走ると思っていただくといいかなと思う。ノイズが走ると何が起こるかというと、波動は、共鳴現象って言って、似たような波動のものと引き寄せ合うので、自分のがお金儲けしようとした時にここにノイズが走ると、ノイズのある現実と引き寄せ合います。それが、資金繰りの悪化であるとか、人に嫌われるとか、横やりが入るとか、あるとこまでいい具合になるんだけど、どっかでミスをするとか、なんかそういうこのブロックを持ってる、まあブロックみんな持ってて、いろんなブロックがあるんですけど、ブロック持ってると分かってるんだけど、しかも教えてもらった通りにやるんだけど、このノイズが発生するがために、言われた通りやってるのにうまく結果が出ないということが起こります。まあ、そんな時はこのノイズをクリアにしてあげれば、今まで起こってたことが起こらなくなったりするので、そういうものがすぐうまくいくことを阻んでいることは多いです。まあ、そういうのをうちでは波動マスターワークショップでそのブロックを外すということをやってるんですけれども、これは結構
みんな持ってない人はいないので、皆さん持ってると思っておかれるといいかなと。で、価値観の部分は、まあ、これも学ぶっていうことが大事ですよね。お金とか仕事に対していい価値観を持ってる人と悪い価値観を持ってる人ではやることを取り組むことが全然変わってきますので、それも学ぶ必要があります。それと何をやるか、ここも外す人が多いんですけれども、好きなことトントン拍子でうまくいってる人と軌道に乗るまでワークダブルワークする人、ここがずれてたんです。で、お金を稼ぐっていうのは、お金を稼ぐというのは、もう価値の創造ですので、価値の創造ですので、それをやることで誰かの人生の問題解決するのかどうか。だから好きなことをやっても誰の価値にもならないことを一生懸命やってもなかなかうまくいかないのと、価値が創造できるんですけれども、それのマーケットが小さい場合はなかなかうまくいかないとか、いろいろ、あと自分が創造できる価値、問題解決できる価値もすごい価値と大した価値じゃないものと、それは大した価値じゃないのは自分のレベルが低いってこともあったりしますが、そういう部分が大きく違ってたりします。で、単純にトントン拍子でうまくいく人は、この価値の創造っていう、創造する価値っていうものが大きいんですよね。だからうまくいく。で、こっちにフォーカスしてる人が多いです。これで誰が得するのとか、これをやって誰が喜ぶのとか、これやって誰の問題解決するのっていうことにフォーカスして、そっちに自分のサービスを合わせていってる、自分のやりたいことを合わせていってると、これが想像できるので稼ぎとしてはうまくいく。で、なかなかうまくいかない人は自分のやりたいことを優先しがちなので、で、これは悪いことではないんですけれども、やりたいことが果たして誰かが喜んだりとか、誰かの人生が問題解決するのかっていうところをちゃんと見ていく必要があるので、そういう部分をちゃんと作っていく。それはビジネスの仕組み作りとか、ビジネスのサービス作りの部分になってくるんですが、ここを外してしまう人がなかなかうまくいかない人には多いですよね。それとマインドです。サラリーマンマインドと起業家マインド、大きく違います。で、これ僕も変えるのに苦労したんですけれども、サラリーマンマインドの人は何どうなるかっていうと、いいものが売れると思うんです。自分の実力があれば売れるとか、自分の腕が上がれば売れるとか、いいものであれば売れると思っているので、自分のサービスの質をずっと高めようとするんです。で、売るっていうところをやろうとしないんですよね。それがサラリーマンマインド。なぜそうなるかっていうと、サラリーマンっていうのは実力伸ばしてれば誰か評価してくれる人がいるので、伸ばしていけば評価されるっていうマインドが染みついてるので、腕を伸ばそう伸ばそう、資格たくさん取ろうっていうふうにずっと実力伸ばすことの方に注力しがちです。で、起業家マインドって何かっていうと、今自分が売れるものを売る。今自分が売れるものを売ることです。もちろん腕が上がれば腕が上がった分売れるの で今売れるものを売る、もっと言うと今自分のレベルで価値が創造できることを提供する。この売るっていうことにこだわるのが起業家マインドですので、こっちに変えていかないとうまくいかないんですよね。こういった部分が結構いろいろ影響してくるので、で、波動の視点からっていうことになると、もうこのブロックです。ブロック、ここのブロックの話はもう YouTube ではもうほとんどしないので、なぜかというと言ってもわからない部分ですので、セミナーでしかしないんですけれども、これがすごく影響してますので、その辺のことも知られるといいんじゃないかなと。波動的にこうなってるっていうのはもう体感する部分でしかないので、ちょっとそういう時はセミナー来ていただければいいかなと思います。で、こういったことが変わってくる。で、楽にって書かれてるんです。楽に稼ぐ、お金が楽に手元に戻ってくる。この楽にってなると、ここをちゃんと設計することが大事です。
自分がやりたいことっていうよりも誰かが喜ぶことの方に何だろう、こう注力してそれを生み出すっていうことをした方がお金には結びつきやすいので、その辺は自分が何をやりたいかもそうですし、自分の能力がどうかといろんな関係がことが絡み合ってそうなってくるんですけれども、楽にってなるとそこを追求していく方が一番早いんじゃないかなと思います。まあ、こういったいろんな要素があってすんなりうまくいく人と軌道に乗るまで時間かかるという人がいます。で、特に、お勤めの状態から起業しようってなると本当にいろんなことをマインドから何からいろんなことを変えていかないといけないので、最初はダブルワークするっていうのはすごく大事で、僕はうちではビジネスアカデミーをしてるんですが、急に会社辞めるっていうことは本当にお勧めしないようにはしてます。とここがなかなか変わらないので大変なことになって資金繰りが悪化してまた元の木阿弥みたいになるんで、元の木阿弥が悪いかっていうと全然悪くはないんですけれども、そこで自分は失敗したっていうマインドになってしまうとこれが一番大間違いなので、もう一回挑戦すればいいだけなんですが、失敗したっていうセルフイメージになるとそこでセルフイメージが下がって、セルフイメージ下がると波動も下がるので、うまくいかないスパイラルに入ってしまうので、最初はいきなり仕事を辞めずに、両方をやっていく、やりながらこういうものを身につけていくっていうプロセスが本当は一番いいんじゃないかなと思って、ビジネスアカデミーとかでもそれをお勧めはしています。ですので、まあ、こういったことを参考にしていただければいいかなと思います。今日の波動チャンネルはちょっと波動から離れて、お金を稼ぐというお話になりましたが、もし参考になればチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としてらっしゃる方がいればぜひお友達にシェアいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。